仏壇私が中学生の時の話違うクラスの王さんと友達になって学校から近い彼女の家に寄り道をしていくことになったんです古い平屋で昭和50年代の横浜ではそれほど珍しいものではありませんでした 彼女の部屋に入る前に仏壇のある和室でジュースを出され、王さんが部屋を片付けるまでそこで待つことになり、しばらくその部屋を見回したり、ジュースを飲んだりしていました。その時ふと仏壇に置かれている数枚の写真が目に入ったんです。小さな写真立てに入れられたそれらは、どの写真も数人が椅子に座って写っている、 記念写真のようでした背景には何もなく写真屋で撮ったとおぼしきものばかりしかしその中心にいた人物の周りには大量の人間の顔がこちらを向いて写っていたんです恐怖するよりもなぜこんなに顔がと私はしげしげと眺め あまりにも堂々と飾られていたせいか、心霊写真と思わず、どういう写真なんだろうと、不思議に思うばかりでした。しばらくして、王さんがやってきて、仏壇の前の私を見て、不審そうに、何してるのと、声をかけてきました。いやたくさん写真があるなって思って、 ご先祖の人の写真うん。これはね、おじいちゃんで。と、彼女は写真の説明を始めました。しかし、真ん中にいる被写体の説明ばかりです。私はなんとなく、周りの人のことは聞いてはいけないような気がして、それを聞くことはできませんでした。 その後あままり長いをせずにに帰宅したように思います何をして遊んだのかは覚えていません一刻も早くここから出たいとしか頭になかったんですあれがいわゆる心霊写真というものかやっとその発想にたどり着き同時になぜそんなものを仏壇に飾っていたのか そして、それが私にしか見えていなかったら、どうしよう。と思いました。それは私が霊能力があるとか言うのではなく、私の頭がおかしくて、見せた、幻だったらどうしよう。といった気持ちが強くなり、誰にも言えないままでした。あれから30年、私の記憶の中には、無数の顔が浮いていた、 モノクロ写真は鮮やかに焼き付いています。